こんにちは、清明祭です。今回はね、遊園地は嫌いというコミュ障ということで動画を撮っていきたいと思います。まあ、僕ね、遊園地はまあ嫌いなんですよね。はい。で、まあなんで嫌いかっていうとね、まあまず人混みですよね。はい。まあ基本的にまあ遊園地っていう場所っていうのはまあ家族連れとかまあカップルが多くて、でまあまあ、いろんなね、まあ、飲み物とか合うと思うんですけど、まあ、待ち時間とか発生したりしててね、まあ、基本的にまあ人が多くてまあ混雑してるんですよね。はい。でまああとまあ結構その、まあ、場所が場所なんでまあ騒がしかったりね、まあ、そういうのがあってまあ嫌いなんですよね。はい。まあ僕は結構その静かな場所がね、まあ、好きな人間なんで、まあ、ああいう場所っていうのは嫌いなんですよね。はい。でまあ、もう一つ、まあ、嫌いな理由っていうのは、まあ、基本的にね、まあ、遊園地に行くっていう行くってなるとやっぱりその目的としてはね、やっぱりその絶叫系とか、まあ、そういうやっぱり乗り物にね、まあ、乗りたい人が多いと思うんですよね。はい。まあ、それを乗るためになんか遊園地に行くみたいな人が多いと思うんですけど、まあ、僕そういう乗り物がまあ本当に苦手なんですよね。はい。まあ、その高所恐怖症っていうのもあって、まあああいう乗り物を乗るのがやっぱり怖いんですよね。はい。まあもちろんその事故とかね、まあそういうのは起きる確率っていうのは低いんでしょうけど、まあそれでもやっぱり嫌っていう、まあ それでもね、まあやっぱり怖いっていうのがあって、やっぱり乗りたくないんですよね。はい。まあ全然やっぱり乗ってて楽しくないですしね。はい。でまあ今までね、まあその3回僕は遊園地行ってるんですよね。はい。まあそれで、まあ1回目はね、小5の時の、まあその運動会の第9の時だったと思いますね。はい。まあ家族と、あとまあ親戚関係、まあ6、7、まあ自分は6、7人で確か行ったんですよね。はい。その時は。まあそれ某遊園地に行ったんですけど、まあそのまあ行った日はね、まあちょうどその運動会の第9だったんで、まあ平日だったんですけど、まあ結構その人が多かったですね。はい。でまあ人が多くて、でまあまあ結構その親戚っていうか、まあ親戚というか、まあ自分のそのおじいちゃんおばあちゃんなんですけど、まあそういうまあ人も一緒あったんでね、まあそんな、まあ、絶叫系はまあそんな今乗らなかったんですけどね。はい。まあ2、3個ぐらいはね、まあその時もまあそういうのに乗ることがあってね、まあその初めての遊園地だったんですけど、やっぱりね嫌でしたね。はい。まあそれでまあその時に初めてそういう、まあ、乗り物に乗って、まあ二度とね、まあそういう遊園地にはまあ行きたくないなっていうふうに思ったのをまあ覚えていますね。はい。まあ、やっぱり遊園地に行くと、ああいう乗り物にまあ乗らないといけないみたいなのが、まあやっぱり合いますからね。はい。まあその時に、まあ二度と遊園地に行きたくないなっていうふうに思ったのはまあよく覚えていますね。はい。でまあその2回目に行ったのが確か高3の4月のなんかその遠足だったと思いますね。はい。学年でなんか遠足があって、まあまあその小5の時に行ったとこと同じ遊園地にまあ行くことになったんですよね。はい。でまあクラスでまあ5、6人ぐらいのなんかそのグループに分けられて、まあそのグループでなんかまあ行動しないといけないみたいな感じだったんですけど、でまあそのまあ行った日もね、まあ確か平日、まあ学校ある日なんで平日なんですけど、まあ人がまあ結構多くて、でまあやっぱりそのクラスというか、まあ17、18ぐらいのまあ年齢なんで、まあみんなやっぱりそういう絶叫系の乗り物ばっかり乗りたがるんですよね。はい。でまあその中でまあ僕なんかはまあその5、6人のね、まあグループ
の人と、まあ、一応一緒に行動はしていたんですけどね、まあ、その飲み物を飲む時だけはね、まあ、下で、まあ、待って見てましたね。はい。でだからまあほとんどね、まあ、そのグループの人と、まあ、そのそういう絶叫、まあ、乗り物というかね、まあ、そういうのに乗ることはなかったですね。はい。でまあだから結局まあその遊園地から帰る時もなんかそのぎこちない感じのままでまあ帰るっていう、まあ、感じでしたね。はい。まあ特に仲良くならないまま帰るっていう感じで、で、まあ、まあ僕はその遊園地行った時もまあ自分だけねなんか大きいスポーツバッグみたいなのをまあ持っていってて、まあ、まあ完全にね、まあ、浮いてるっていう、まあ、感じでしたね。はい。まあ結局まあ他の人はね、まあ、みんなリュックとかだったんですけど、自分だけそういうのを持っていってて、でまあ結局高3の時はまあ友達ができなくて、まあ高校生の時はまあずっとぼっちだったんですけどね。はい。まあおそらくね、まあそういう飲み物にまあ乗ることによってね、まあ、僕とその同じグループだった人なんか、まあ、みんな仲良くなったとは思うんですけどね、その後ね。はい。でまあその時ね、まあ、まあこれはその後日ね、まあ他のまあ同じ学園の人がね、まあ、話しているのをまあ聞いたっていう感じなんですけど、まあその時はその別のクラスの人なんかはね、別のクラスのまあ僕と同じ、まあいわゆるそのぼっち系の人なんかはもうグループから離れて一人でなんかもう乗り物とか乗ってたみたいですね。はい。まあまあそれはなんかそのあいつなんか一人でなんかずっと行動してたみたいだよみたいなことをなんか言うのを、まあ他のね、まあ、同じ学園の人がなんか話してるのを聞いてまあ知ったんですけどね。はい。まあその人とね、まあ僕はなんかその特になんか接点っていうか、まあ話すことはね、まあ記憶ではまあ一回もまあないんですけどね。はい。まあその人は確かなんか文化系のなんか部活というか、まあ放送部に入っている人で、まあコミュ障というか、まああまりなんかその人となんか関わらないタイプのまあ感じのまあ男、まあ男の人でしたね。はい。まあ僕と同じような、まあ、ぼっち系の、まあ、人間でしたけど、まあ僕はその特にね、まあ、その子となんか仲良くなおうとは、まあ、しなかったですね。はい。でまあそのまあそれでまあその後まあ高校卒業して、まあ、大学入学するまでの春休みの間に、まあ、その前2回行った、まあ、遊園地とは、まあ、別の遊園地にまあ今度は父親と一緒に行ったんですよね。はい。でまあ行く前ね、まあ僕すごい嫌だったんですよね。はい。まあただその父親がね、まあすごいなんか僕と一緒になんかその遊園地に行きたいような感じだったんで、まあ夜行バスに乗ってね、まあその遊園地までまあ行ったんですよね。はい。でまあその行った時もまあ結構そのまあ人が多くて、まあ待ち時間とかもあって、まあ混雑してるような感じでね。でまあ、父親は結構その絶叫系の、まあ、乗り物が好きな感じの人で、まあ、僕もね、まあ、一緒に、まあ、乗らされたんですけどね。はい。まあ、その時はね、まあ、断ったんですけど、まあ、無理やり乗らされて、まあ、結局もう帰る時なんかはもうすごい暗い気分でしたね。はい。僕なんかはね、はい、もうすごい暗い表情で、まあ、いましたね。はい。でまあ僕はね、まあ、もう今後ね、まあ、二度とまあ、最後に遊園地に行ってからもう6年以上経ってると思うんですけど、まあ、二度ともう遊園地には行きたくないですね。はい。まあ本当にその遊園地に対していい思い出がないんでね。はい。まあそんなところですね。はい、終わります。